すいません、今日は、これだけたくさんの方に集まっていただき本当にありがとうございます。正直このファン感が始まる前までどういう風な雰囲気で始まるのかなって思ってましたけど、本当に選手もすごい楽しめましたし、皆さんもすごい笑顔で楽しそうにこの会を参加してくれたので本当に嬉しく思いますし、もうこれ以上もう本当に言葉がありません。ただ一つ言えるとすれば、ここに今日集まってくれたサポーターの皆さんはヴィッセル神戸が大好きだということと、そしてここに集まってくれたサポーターは通称ジジイこと吉田隆之が大好きだということが分かりました。まあ、最後にね、やっぱりこういうふうに僕は笑顔で、昨日泣いてた分笑顔で挨拶したかったんでこういう挨拶になりましたけど、今年1年間ありがとうございました。そしてこれからもヴィッセル神戸よろしくお願いします。ありがとうございます。それではこれをもちまして本日の2012ヴィッセル神戸ファン感謝デー&市民交流会すべてのプログラムを終了とさせていただきます。今シーズン本当に熱い応援をありがとうございました。そして来シーズンもどうか共に歩んでください、共に戦ってください。よろしくお願いします。では選手が退場となります。皆様大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。